元気株式会社は福井県堺市に本社を置くドラッグストアチェーンを展開する企業。親会社は持ち株会社の元気ダラグストロス株式会社。福井県を中心に石川県、岐阜県、愛知県で大型、少々圏型ドラッグストアを出展する。コーポレートカラーは濃紺。創業者で現社長の藤永健一は流通システムなどを ドラッグストアの本場であるアメリカに習って起業した。メガドラッグストアの出店を続けてきたが、2015年からは300坪サイズの統一レイアウトの店舗を高速出店している。同時にディスカウント戦略も採用しており、プライベートブランド品が多い。詳細は公式ウェブサイト参照。2021年5月時点で福井県に71店舗。 石川県に43店舗、岐阜県に124店舗、愛知県に91店舗の計329店舗。うち本拠の福井県では2018年に全17市町への出店を達成、最多出店県である岐阜県は七総町、東白川村、白川村を除く39市町、石川県においても川北町、能登町、 穴水町を除く16市町に及んでいる。レジ袋は地元団体等の移行で2010年4月1日より一時期有料となったが、主に郊外店舗を展開する事情から、顧客のほとんどが大量購入目的のためエコバッグに商品が入りきらない等の不便を訴える事情もあり、顧客への配慮から数ヶ月で脱退した。2020年7月1日以降は、 バイオマスレジ袋の無料提供を継続している。2012年7月24日、藤永社長は、福井市内で同社の経営計画発表会会見において、ポイントカードの廃止とそれに伴う同年9月1日以降からのディスカウント店への順次業態変更を発表した。ポイントカードの初期投資と維持管理費に加え、ポイント還元分の支出に備え、 引き当て金を計上する必要もあることから同社では月8000万円ほどの負債を抱えていた。消費税増税の可能性もにラミー時管理費などのポイントカードにまつわる高コスト分を今後の低価格化路線に活かすべきと廃止を決断したとしている。2012年8月のポイントカード廃止に伴い客数と売上が落ち込んだ影響から2013年4月に ポイントカードを再開した。2009年11月に株主優待制度の新設を発表し、優待を目当てとする個人投資家の数を増やした。しかしながら、新設から2年も経たないまま、当初一部指定外の直後である2011年8月に株主優待制度の廃止を発表した。その後、株価低迷や株主数の減少に加え、 株主総会での批判も受け、2013年1月に再度株主優待制度の再開を発表した。元気、弁当など製造 PB 商品を拡充2010年5月26日、福井新聞。元気地をレジ袋の有料化について、ツイッターより2020年7月8日閲覧。2012年7月25日、9月5日、福井新聞。 2013年7月25日福井新聞。週刊東洋経済2013年9月7日、号東洋経済新報社刊2011年8月23日、8月25日日本、インタビュー新聞。2013年1月23日株式経済新聞。元気イダラグストロスに関するカテゴリー。ありがとうございます。